にょ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 、ブロッコリーにょ。この辺りまで来ればもう第三方面軍の勢力圏内のはずだ。ドーム成形までもう一息だな。誰に会いたいんだって？用がなきゃ来ちゃいけないのかい？例えばたわいもない世間話をしにとか。当たりだよ。何かいいニュースが届いてないか確かめに来たのさ。ライアーズ司令、通信をキャッチしました。この暗号パターンは広告軍のものです。おっと、いいタイミングだね。暗号を解読しました。読み上げます。東方第三方面軍ギムソン星系駐留艦隊、付近を航行中のエルシオールに次ぐ。この通信をキャッチしたら東方と合流し、ドーム星系までご一緒されたし、ポイント YJN674 にて待つだそうです。第三方面軍合流だって。ということは、エルシオールを迎えに来てくれたんですね。通信には非常用を含めて2つのランデブーポイントの座標も示されています。これで味方と合流できますね。いや、おかしいぞ。この辺りにいる広告軍がなぜエルシオールのことを知っている？俺たちが隠密行動をしていることを忘れたのか？敵の罠という可能性はないかい？広告軍の中にはエオニアに寝返った連中もいるはずだ。そこから暗号コードが漏れたか。ありえない話じゃないな。なぜだい？ドライブアウト予定時刻まであと40分です。了解。いよいよだな。補給の件といい、今回の合流といい、なんだか運が向いてきたって感じがしますね。しょうがないですよ。ポイントの手前には小惑星帯があります。クロノドライブでは抜けられませんからね。なんだよ、辛気臭い顔して。味方と合流することはさっき館内放送で伝えてあるだろうな。それは構わんが、16時までには戻れよ。でしたら、お化けの噂が本当かどうかも確かめてきてくださいませんか？それ、私も聞いたことがあります。夜になると、この館内で巨大な大福餅みたいなお化けが出没するんだそうです。大福のお化け？
バカバカしい。夢でも見たんだろ。失礼ね。この靴を見れば想像がつくでしょ。ブブー、はずれ。正解は古い靴をリフォームできないか挑戦しているところでした。あまりの凄さに私も驚いちゃったわ。さすがに自分の部屋ではできないわよね。何よ、私の部屋にこんな匂いがついたら大変じゃない。この前ブラマンシュ商会から買い物したでしょ。その時靴用のリフォーム用品を売ってたのを見て、これならあの靴が作れるかもって思ったの。誰にも言わないって約束するなら教えてあげてもいいけど。気になる？じゃあ教えてあげる。この靴を使って君の名はシンデレラの靴を再現しようと思ってるのよ。あの名作ドラマを知らないの？あんた人類として失格だわ。さまざまな苦難を乗り越えた末、ようやく愛する人と結ばれたヒロインが人々の祝福の中で踊るラストシーン。もう100回以上は見てるけど、いつ見ても感動するわ。そのラストシーンでヒロインが履いてたのがこの靴なわけよ。まあまだ作りかけだけど。正直ちょっと自信ないかも。でもいつか必ず私のものにしてみせるわ。普通の女の子だったらみんなそう思ってるわよ。誰だって一度くらいドラマのヒロインになってみたいじゃない？あ、私は最初からヒロインよ。決まってるじゃない。何よ、その笑いは。あんただってヒーローに憧れたことぐらいあるでしょ。新しい答えね。だけどたまにはヒーローになってもらわなきゃ困るわ。味方と合流できたとしても、私もあんたもエオニア軍との戦いが終わるわけじゃないでしょ。ドラマに例えるとヒロインは私、敵役はエオニア軍とするとヒーローがいないじゃない。そこであんたの出番ってわけ。ヒーロー目指して頑張りなさいよ。当然じゃない。男なら私みたいな美少女のために働かなくてどうするのよ。タクト、ちゃんと聞いてる？
小山、司令さんじゃないの。いつもお疲れ様。はい、A 定食ね。さっき館内放送があったのよ。司令さんのおかげで味方と会えるんでしょ。だからそれはサービス。いいからいいから、私はこんな形でしか役に立てないし。嬉しいこと言ってくれるね。よし、もっと大盛りにしてあげるよ。遠慮することないんだよ。この船の子たちは、シレさんも含めてみんな私の娘や息子みたいなもんだからね。特にシレさんにはもっと栄養あるもんたくさん食べて、もっともっと頑張ってもらわなきゃ。あら、司令、いらっしゃい。あ、マイヤーズ司令、こんにちは。ちょっと疲れが溜まっているみたいだったから、お薬を処方してあげていたところだったの。それとは関係あるかどうか。実は昨日の夜、お化けを見たんです。本当ですってば。私この目で見たんですから。落ち着いてクレータさん。でも味方と合流できると分かったのに、なんだか不吉よね。作り話なんかじゃありません。ゆうべ仕事が終わって部屋に戻ろうとしていた時のことです。そうしたら不気味な物音が聞こえてきて、通路の向こうに白くて大きくて丸いものが。あれはきっと大福のお化けに違いありません。そうよ、整備班長が仕事にならなかったら困るしね。このお薬を飲んで今日はゆっくり休んでね。はい、わかりました。それじゃ失礼します。困ったわね、お化けだなんて。そうね、よろしくお願いするわ。
何かご用でしょうか。申し訳ございませんが、王子はただいま。構わん、中に通せ。かしこまりました。マイヤーズ司令、どうぞこちらへ。来たか、マイヤーズ。首を長くして待っていたぞ。ルールが全くわからぬので難渋していたところだ。しかしマイヤーズよ、その前に私に何か申すことはないか。うん、そうか。ようやくエオニアに対する反撃の第一歩が踏み出せるのだな。だが、その中流艦隊から通信が届いたのであろう。それとも何か悪い事態にでも陥ったのか。うん、そういうことならば理解できなくもない。うん、これに関してはそなたは私の師だ。よろしく頼むぞ。それは助かる。ここではなんだから場所を変えよう。もちろんだ。新しい知識を得ることは喜ばしいものだからな。それが結局うまくいかなかったわ。本物の靴はドラマの撮影用に特別に作られた一足だけしかないのよ。だから自分で作ろうとしてたんじゃない。はあ、そうね。ありがとう。そうだ、ちょっと時間ある？雑誌の記事であんたにぴったりの心理テストがあったのよ。リーダーの資質があるかってやつ、やってみない？じゃあ早速いくわよ。第1問。周りの人間からの意見はよく聞く方だ。イエスかノーか。状況に流されず冷静に自分を見つめることができる。イエスかノーか。あ、そう。それじゃあ最後の質問よ。仕事と恋愛、どちらか片方だけを選ぶとしたらどっち？なるほど。じゃあ結果を言うわね。あなたはまさに
つべくして生まれてきた人です。周囲の人々をうまく導いてください、だって。あんた意外とリーダーに向いてたのね。見直したわ。何にせよエルシオールの司令官があんたであることには変わりないわけだし、私たちを後悔させないよう頑張ってよね。いえ、特に。はい、時々。違います。
クトさん、いらっしゃいませ。はい、時々バニラさんは管理室にいる動物たちのことを結構気に入ってるんだと思いますよ。もっともバニラさんの場合は檻の外からじっと見つめているだけなんですけどね。ええ、見ているだけです。それでも楽しそうですよ。バニラさんは普段はあまり好き嫌いを表に見せませんしね。でもきっとそうだと思います。ところでタクトさん、宇宙クジラにエンジェル隊の皆さんの気持ちを聞いてみますか？わかりました。では少々お待ちください。という感じみたいです。もう一度ご覧になりますか？そうですか。またご覧になりたくなったらいつでもどうぞ。何でしょうか。了解しました。お供します。いえ、それほどでも。動物のことでしたら、クロミエさんに聞いた方が良いかと。はい、クロミエさんにも補佐が必要です。おや、司令官殿、見回りかい？まあ、日課みたいなもんだからね。何が起こっても対応できるようにしておくのがパイロットの仕事だよ。引っかかる言い方するね。もうすぐお仲間と合流できるんだろう。予感ね。いや、いいよ。むしろ正直に言ってもらえただけありがたいさ。何も心配ないと言われて後で不意打ち食らうよりも、何かあるかもと覚悟していた方が腹が据わるってもんさ。そしたらよかった。何かあったらエンジェル隊に声をかけてくれよ。私たちはそのためにいるんだからさ。あ、
うと思っていたところだったんです。はい、この公園でお野菜を育てようと思うんですけど、許可していただけますか？畑といっても花壇の隅っこをお借りできればそれで十分なんです。この前のブラマンシュ商会との取引の時に植物の種を買ったんです。それを植えようと思って。はい、もう許可をいただきました。いつも花壇の手入れを手伝ってるから、そのお礼にって言ってくれました。でも最終的には司令官であるタクトさんの許可が必要なんだそうです。作ってもいいですか？ありがとうございます。私頑張って育てますね。エッグプランツっていう名前の野菜なんですよ。きっと卵みたいな味の実がなると思うんですよ。エルシオールでは新鮮な卵が手に入らないのが不便だったんですが、これで解決するかも。え？エッグプランツってナスビのことだったんですか？かーん、私てっきり卵の味がする野菜だと。これでたくさんお菓子を作ろうと思ってたのに。わかりました。だったらナスビのお菓子に挑戦します。そうなんです、フォルテさんもそれが私のいいところだって言ってました。はい、完成したらタクトさんもぜひ召し上がってくださいね。変ですね。ポンポン弾けてポップコーンになるはずなのに。そうですね、もうちょっと温度を上げてみましょうか。
星を増やしてバランスを取りましょう。こういう時は案外叩けば治るものなんですよ。えい、ミルフィーチョープ。やった、動くようになったみたいですね。あ、早速宇宙トウモロコシが弾け出しましたよ。実験は成功です、博士。ありがとうございます、博士。うわぁ、本当によく膨らみますね。もう機械からはみ出しそうですよ。本当ですね、焦げちゃったのかな。もう大丈夫ですか？私の運のせいかも。ごめんなさい、タクトさん。はあ、怒らないんですか？だけどさすがにこの量は二人が食べきれませんね。あ、そうしましょう。みんなのおやつにちょうどいいですよ。はい、何ですか？申し訳ありませんが、少々お待ちいただけます？今ちょっと立て込んでおりますの。いえ、問題ございませんわ。あ、終わりましたわ。どうぞお入りください。いらっしゃいませ。今お茶をご用意しますわ。ですか？あれはこの前の補給で手に入れた新しい洋服の箱ですの。さっきまでその整理をしていまして。いえ、ちょうど終わったところでしたので。ところで今日はどんなご用件ですの？お化けですか？それは一体どのような？夜に大福餅。それは。いえ、何でもありません。怖いですわね。そんなものが夜な夜なうろついているなんて。え、私何も存じ上げませんわ。お化けというのもきっと何かの見間違いですわ。あまりお気になさらない方がよろしいかと。はい、お気をつけて。急にどうしたのよ。そういうことなら
けど、私は今非番の時間なんだからね。後でちゃんと振り返ってよ。取り越し苦労で終わってくれるといいけどね。まあいい、それじゃあ格納庫に行くよ。了解。今ちょっとパン生地をこねてるところだったんですけど、少し遅れていってもいいですか？ダメ、さっさと来る。あとはミント、ミントはどうしたんだい？様ですよ。なんだ、寝ぼけてんのかい。紋章機で待機命令だ。さっさと起きてくれ。わかりましたわ。せっかく寝ついたところでしたのに。エルシオール、ドライブアウトします。通常空間に出ました。予定通り前方の小惑星帯に進路を取ります。速度130に落とせ。ここを越えればギムソン星系艦隊とのランデブーポイントだ。やれやれ、ようやく安心できそうだな。エルシオール単艦でよくここまで来れたもんな。そうだな、やっと仲間と合流できるっていうのに、お前の感想はその一言だけか。嬉しいなとか、よかったよかったとか、いつものお前みたいにもっと喜べばいいじゃないか。小惑星帯を抜けました。ランデブーポイント、レーダー圏内に入ります。いえ、今のところ反応はないようです。いえ、むしろ予定時刻から80分オーバーです。小惑星を避けながら進むのに予想以上に時間を取られましたから。向こうも到着が遅れているんでしょうか。こちらハッピートリガー、ちょっといいかい。私たちエンジェル隊はいつまで紋章機の中で待機してなきゃいけないんだい。通常空間に出てからだいぶ経つし、仲間と合流するんだからもう戻ってもいいんじゃない。そろそろパン生地の空気を抜いて小分けにしておかないといけないんです。まだ眠いですよ。おや、聞き捨てならないことを多いだね。もしそうなってもちゃんと給料分の働きはしてみせるよ。それが私たちの任務です。私たちは昼夜を問わず文句の一つも言わずに頑張っておりますのに、信用してくださらないなんて悲しいですわ。私も悲しいです。このままだと生地が発酵しすぎちゃいますよ。そういう意味じゃないっすよ。タクト、どうなのよ。いつまで待機してなきゃなんないの。お疲れ。マイヤーズ司令、もうすぐ指定されたポイントに到着します。いや、待て。こちらに近づいてくる、あの小さな影の集まりは何だ？
そんなことは言われなくても分かってる。補正をかけてモニター上で確認できるか。はい、メインモニターに移します。広告軍のものか。模擬戦に使ったんじゃないか。このポイントは軍事演習でよく使われる宙域だ。だから合流ポイントに選ばれたんだろう。昔の残骸が残っていても不思議じゃないさ。いえ、待ってください。残骸の周囲に漂っているガスや煙はごく最近のものなようです。ということはまさか。ああ、本物の戦闘が行われたんだ。当然、友軍の船をスクラップにした相手とは。どうする？非常事態用の第二ランデブーポイントに向かうか。ここから離脱したならそこへ行く可能性が。たびたびすまないね。そろそろ引き上げてもいいかい？だって転身してるじゃないか。味方が見つかったんだろ。どうしたんだい？ねえタクトさん、早く小分けにしないと大変なことになっちゃいます。いつまで私たちをこんなとこに閉じ込めておくつもりなの？まさか合流できなかったのですか？後方に複数の艦影を捉えました。こちらへ向かってきます。ギムソン星系駐留艦隊か。いえ、友軍の識別信号は出ていません。エオニア軍です。やはりそういうことか。それにしても今までの無人艦より早いな。どんどん距離を詰められてるぜ。ああ、いつでも出られるよ。司令官殿の予感が当たっちまったみたいだね。仲間が迎えに来たんじゃないの？どうやら敵のようですわ。待機していて正解でしたわね。結果的にだけどね。いいわよ、長いこと閉じ込められてた一分晴らしてあげるわ。みんな早く戦闘を終わらせようね。そうしないとパン生地が。了解しました。というわけでこっちのやる気は十分だよ。詳しい状況を転送しておくれ。アルモン、周囲の状況をモニターへ。了解。敵は二手に分かれている。前方の敵の編成はまず駆逐艦に、
装甲ミサイル艦。後方の艦隊には新型と思われる小型艦。こいつは足が速いようだ。さらに新型の戦艦クラスが1隻。こいつが機関と思われる。この戦艦も図体の割に高速だ。要注意だぞ。もう一度作戦内容を確認するか。あなたがエルシオールの司令官ね。待っていたわ。誰だ。敵艦隊からの通信です。対戦に割り込まれて敵の映像をキャッチしました。やはり新型艦のようです。これは失礼。私の名はシェリー、シェリー・ブリストル。所属は政党トランスバール広告軍エルシオール追撃部隊の司令官。よろしく。あら、ありがとう。こちらの目的はもう察しがついているわよね。変わった男ね。それじゃこちらも担当直入に言うわ。いいこと？滅びた国に忠実な働き蜂さん。ここに集まっていたお仲間のようになりたくなければ、巣の中の王子様をこちらに渡しなさい。あら、なぜ？物の例え？あなたと話してると調子が狂うね。そろそろ話は終わりにしましょう。シバ王子を引き渡しなさい。もう逃げられないわよ。ご立派な心構えね。でもすぐに後悔することになるわ。さようなら、無謀な司令官さん。通信切れました。敵艦隊なおも接近してきます。了解。敵艦は動きの速いものが多い。取り逃がさないよう注意してくれ。機動力なら負けないわよ。一隻も逃すもんですか。エルシオールへの接近を許さないように努力します。ああ、よろしく頼む。新型艦だろうとなんだろうと負けるわけにはいかないんだ。ああ、分かったよ。
視線を感じると思ったら司令官殿かい。あたしなんかを見てる暇あるのかいお前さん。よし命中。サムズ攻撃を開始いたします。今のはかなり効いたわ。攻撃開始。あたしは構わないから好きなだけ見ていなよ。やるわね。今のを回避するとは。意外と余裕あるね、司令官殿。戦いに慣れてきたのかい？ハッピートリガー了解。ちゃー、外れちゃった。狙いがそれたか。命拾いしたわね、反逆者さん。やるわね。戦い慣れするのは結構だけど、油断はするんじゃないよ。攻撃に成功しました。この調子で頑張ります。はいよ、了解。今の攻撃をかわすな。少しは楽しめそうね。やるわね。みんなが生き残る、それが大事なんだよ、司令官殿。今の攻撃をかわすな。次に外しませんか。少しは楽しめそうね。ああ、分かったよ。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。攻撃、外れちゃった。何枚、もう一度。よし、命中。外れました。効いた。敵も結構弱い。このクーデター騒ぎが終わったら、みんなでパーッと遊びたいね。はいよ、了解。し、狙いがそれだよ。もう一度行ってくる。攻撃失速しちゃった。でもこんなこともあるわよね。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。外した。回避したんです。やるわね。なんとか回避できました。はいよ、了解。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。修理をお願いします。今のをかわすなんて。ハッピートリガー了解。あれ、攻撃が外れちゃいました。今の攻撃をかわすなんて。タクトさん、少しは楽しめそうね。こちらを見ておられるのですか。やるわね。今のを回避するとは。回避されたか。私ばかりと言っておくわ。あまり意味はないと思うのです。カンフーファイター、やった、大当たり。よし、命中。
今の攻撃は効いたみたい。私の戦い方はどうでしょうか。了解。ああ、分かったよ。貫通ファイター、攻撃開始。鉄拳制裁、アンダークロー。敵の攻撃を回避したわ。ハッピートリガー了解。被弾したか。中ギャルはね、今のを回避するとは。了解しましたわ。これより行動を開始します。命中したか。第2射用意。アラフィットさん、私の戦いに興味がおありですの。そんな攻撃当たるもんですか。3番機敵を撃ち落としたわね、反逆者さん。チュー、外れちゃった。カンフー、うまく命中したわ。はい、了解しました。言われなくても分かってるわ。了解、行動を開始します。攻撃、外れました。了解しましたわ。これより行動を開始します。回避されたか。さすがと言っておく。よし、バンデイチュー。だんだんエネルギーが低下してきました。なんとか避けられましたわ。攻撃、回避しました。今の攻撃は計算以上の効果を上げられました。なんで当たんないのよ。はいよ、了解。攻撃に行ってきますね。攻撃命中です。かなり無力でしたが、どうにか打ち込められましたか。なんとか逃げられましたわ。攻撃開始。今のかわすなんて。ハッピートリガー了解。3番機、攻撃を開始いたします。エネルギーが減ってきたわね。補給に戻ってもいい？言われなくても分かってるわ。攻撃を破壊しました。システムの故障か。3番機、こちらの攻撃は当たりません。ああ、分かったよ。はいよ、了解。2番機、攻撃を始めるわ。トリックマスター、もう攻撃を回避しました。司令官殿の見てる前だし、少し本気出そうかね。
よ、撃墜したわ。私の敵じゃないわね。ああ、分かったよ。跡形もなく消し飛びだ。ストライクバースト。しまった、狙いがそれだよ。あれ、外してしまった。私としたことは、今の攻撃をかわすなんて少しは楽しめそうね。一番機、だんだんエネルギーが低下してきました。司令官殿、エンジェル隊の全員にちゃんと気を配っておくれ。し、狙いがそれだよ。もう一度行ってくる。あら、あれ、今の攻撃に当たってくれるなんて人がいいわね。敵の攻撃を受けました。はいよ、了解。狙い、防御システムがそろそろ潮時かしら。もう少しだけ生かしておいてあげるわ。敵機関に命中。進行速度が鈍りました。よし、勝った。今のうちに離脱しよう。あ、マイヤーズ司令、敵の機関より通信です。なんだって？繋いでくれ。なかなかやるじゃない。さすがにここまで生き残ってきただけのことはあるわ。そうね、そうさせてもらおうかしら。だけど、これで終わりじゃないわ。機関、離脱していきます。あれでも余裕を見せたつもりか。新型といっても、足が速いだけで大したことはないな。なんだと？敵の第二波か。さらにその後方からも艦隊が接近中。第三波と思われます。嘘、こんなの初めてだわ。こちらのレーダーでも確認しましたわ。私はまだ戦えますが、どうなさいます？私は大丈夫よ。今回みたいにいい指示を出してくれたら、増援だってお茶の子さいさいだわ。なんとかなりますよ。このまま一気にやっつけちゃいましょう。戦闘を続行しますか。指示を願います。ハッピートリガーなら心配はいらないよ。やってやろうじゃないか。いざとなったら私がしんがりを引き受ける。敵の第二波はもうすぐそこだぞ。どうするんだ？タクト、早く指示を。この中域を離脱するか。今なら十字方向にクロノドライブの航路が取れます。ちょうど第二ランデブーポイントの YJE630 がある方向ですね。ちょっと待て、逃げ道の先にちょうど第二ランデブーポイントがあるなんて、偶然にしちゃできすぎだぞ。紋章機、すべて収容しました。クロノドライブに入ります。そうよ、どこまでもお逃げなさい。
だけどあなたたちはもうエオニア様の手の中よ。